早速新型ベルファイア、はい、コーヒーベルファイアをカスタムしたとできましたよいうことで、もうやっちゃいましたよ、最速を狙ってどんな仕様になってるんでしょうか今。とりあえずは、はい、この状態です。これがね新型ベルファイアで、はい、後期ですね。そう、 Z グレード低い照射光も低いですね。これがいい感じでしょ。これ今回珍しく黒色で作ってみました、はい、本当は、はい、今日外で撮影したかったんですけど、そう本当にね今日は名古屋大雪ですね、はい、なのでちょっと中で、はい、他はねうちのねあの新車工場です、はいはい、新車を製作する、ね、あの東郷町の工場なんですけどね。じゃあ早速カスタムしたということなんですけど、内容的にはどういった内容なんでしょうかね。こんな感じですよ、もう見た感じ、ね、見た通り車高ですよね。車高低いですよね、これ、ね、これはどんな感じで、うん、これはあのまず、はい、エアホースさんのエアサスペンションを使って目いっぱい落としますよね。なるほど、うん、でホイールがねちょっとどこまで入るんかなっていうマッチングも兼ねて、はいはい、でフロントがね 10.5J のね 10.5J プラス15プラス15、はい、それからリアが 10.5J のマイナス15 10.5J マイナスマイナス15いけるんですね。いけるんですよ、いけるんですけ ど、ただフロントキャンバーは5度、それからリアキャンバー12度、はい、12度入れることでなんとか入れてるっていう感じですね、はい、タイヤは何ですか。タイヤはねファルケンさんの2453521、はい、で今度実はねファルケンさんから255の3021っていうサイズが出るんですよ。30出るんですか。そうなんですよ、もう待望のなかったですよね。なかったです、今までは2453521しかなかったんで、はいはいはい、あのどうしてもね、ドレスアップの方には車高が高く、はい、まあ、見えるっていうところがあったんだけど、まあ、これは今245の35編成ですね、はいはい、で新しく出るのがそうですね、255の30です。255ですね、はい、それ255になるのは大丈夫なんですか、うん、大丈夫です。やっぱり3530の扁平の差が大きいんで、はい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 、かなり車高も低く見えるように次はなると思います。なるほど、はい、これがフロント5度のキャンバーがついた状態、はい、そういうことですね。でリアが12、はい、これあのどうやってやってるかはまあ後でね、あそうですね、説明させてもらいますわ。はい、リムもねやっぱこれだけ取れるんでね、やっぱり変わりますよね。これはすごいですね、 10.5J の、うん、マイナス15ですかね、はい、ただキャンバーはここまで、これはなかなか、うん、これがね後ろからスライドドアがね、あ当たりますね、開かないんですよこれ、あたここまで当たってますね、これこれはどこが、あ当たってますね完全に。もう一回開けてもらっていいですか。一応新車です。あそうですね、新車なんで傷いって、まあ、これはでもデモカーしようっていうことですね。そうそうそう、そうなんですよ。実際乗るんだったら、はい、うん、6度ぐらいまでいけるんですかね。そうですね、6度ぐらいがおすすめですね。6度ぐらいでスライドドアがねギリギリこう開いてくるような、はいはいはい、ギリギリこう内装をかわすようなマッチングをするとかっこいいと思います。なるほど、はい、うん、6度ぐらいにすると、はいはい、実際これ今、うん、10.5 のマイナス15ですけど、はいはいはい、サイズもちょっと変わってくるってことですか。変わりますね。そうするとね 10J のプラス5とか、なるほど、うん、その辺ぐらいがね、それでもかなり、ね、あの取れるようになりますよ。うん、その辺ぐらいが綺麗にかわしてくる感じになるかなと。なかなかですね。でフロントはねやっぱり 10.5J よりもやっぱ 10J ぐらいがあのおすすめになると思います。ういう、ね、イン側がやっぱちょっときついんでね、はい、はいはい、まあ、なか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 でも、はい、いいですね、こうね新型バチッとこうやって落とすとかっこいいですよね。そうですね、そういいですね、うん、なるほど。かなりねあのメッキ今回豊富に使ってるんでね、はいはい、ギラギラっとした感じの顔になるんだけど、はい、まあ、うちのあのベルズホイールのリムもギラッとこうね、ああなるほど、光る感じで、まあ綺麗に合うかなと。いいですね、いう感じですよね。そうそうそう、いいじゃないですか。ただエアロは欲しいですね。エアロ欲しいですね、欲しいですね、やっぱね、これは早急に作らなかったですね、うん、そうですね。そうこれ今、うん、エアサスが一番下がった状態ですね。そうですね、そのリモコンはこれがエアホースさんのリモコンですね。これあのうちの新車コンプリートカーのメニューにも入ってるので、はい、あの皆さん使っていただけるんですけど、はい、これを押すと車高が変わる。そうですね、1、2、3、4段階メモリーができますね。で3で一応設定してるのが、はい、まあ、一番車高が、まあ、上がる設定にしてるんですけど、もうワンプッシュ、これが今、はい、今車高下がってますね。車高下がってますね、これね、はい、上げてもらっていいですか。エアが0の状態ですね。じゃあもうメモリーの3を押すと、まあ、こういう風に一気に車高がこう上がりますよね。なるほど、はい、こういう形。なるほど、ええ、お、まあ、これで普通に走れ、まあ、走るときは例えば2番ぐらい、この辺ぐらいにしておくと、まあ、自動的に調整しながら、まあ、これが大体普段走ってもらえるような、まあ、車高の設定、まあ、設定はね自由に実は変えれるんですよ。なるほど、そう、うん、でエアホースさんの便利なところは、はい、エンジンがかかると、はい、
自分の、ね、メモリーした車高に自動的に上がるっていう。あ、なるほど、はい、そういうあの便利機能もあるんで。なるほど、そう、そしたら車高を間違って下げたまま走り出すってことは、うん、そう、よくあるんですよ、下げたまま走っちゃうみたいなね。はい、そう、さっき起こりましたね、それが実はそれはちょっと別編で見てもらいましょうか。別編にしましょうか、ね、はい、車はもう大事にしてます。そうですね、はい、はい、ね、じゃあちょっともう一回下げてみてもらっていいですか。はい、じゃあ下げるときはこの4番の全オフをこういう感じで。はい、こう綺麗に入ると。なるほど、エアサスのタンクがどういうふうに、うん、どうなってるかですね、はい、そうですね。でベルファイアアルファードってあの前期の時からもそうなんですけど、はい、あの床下に収納が、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、あるんですね。だからあのエアサスっていうと大きいタンク、それからコンプレッサー、はい、まああのね、大体トランクに積むケースが多いんですけど、はい、まあ、これパッと見こう、ね、はい、何もない状態 で、ね、普通にラゲッジが使えてますね。そう、うん、そう、ちなみにこれうちのオリジナルフロアマットでございます。あ、そうですか、はい、車種別になってますね。そうなんですね。でこのトレーをこう上げるとですね、はい、中にこう収納されてますね。あ、エアサスのシステム自体がもうここに。そうですね、システム自体が、はい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 、これタンク、それからコンプレッサー、はい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 、それからこれがあの電磁弁のあのシステムになってるんですけど。なるほど、はい、まあ、こういう形でね、床下にきれいに収納できるんですね。そうですね、うん、だから非常にあのね、はい、荷室もそのまま使えるし、はい、あの便利ですよ。なるほど、はい、だからあのベルファイアアルファードもう前期の時からエアサスの装着比率っていうのが、はい、非常に高いですね。はい、なるほど、ええ、こうやったらいいですかね。そうですね、ほんでうちはあの全メカニックはエアサス装着できるんで、はい、あ、そうですか、はい、おお、なるほど、ええ、あの1日でパワッと組みますから、はい、なるほど、何台でもいけますので、はい、じゃあちょっと次は足回りの構造をいきましょうか。はい、見たいんですけど、はい、うん、その前に、まあ、前期と後期で足回りが変わってるのかどうかですね。はい、はい、まあ、あの早速もううち車来てこれ4日目かな、はいはい、うん、もう早速もう組み上がりましたから、ね、はいはい、はい、でこれがね一応分かりやすくするためにサスペンションをね、こっちがね前期のサスペンション、はい、こっちが前期、そう、はい、でこっちがね後期のサスペンション、これ純正のサスペンション、ね、純正ですね、はい、そう、あのこれをねもうあの並べといたから、はいはいはい、これをね見比べてもらうと分かると思うんですけど、構造的には違うところは何もないです、はいはい、あ、そうですか、はい、だから前期の足回り、まあ、今回エアサスをつけましたけど、はい、あのそのまま装着が可能と。なるほど、いうですね、そう、側がこうもう、うん、これがフロント、はい、でこっちはリアのバネで、リアのダンパー、それからリアのアッパーも、うん、はい、まあ、こんだけ並べてみたんだけど、まあ、あの取り付け位置ボルト全部一緒ですね。なるほど、はい、こっち前期ですね、こっち後期、こっち後期、はい、うん、であとはまあダンパーのその味付けがね、はい、若干変わってる可能性は大いにあるんですけど、はいはいはい、あの見た目的にはもう全く一緒ですわ、うん、アッパーマウントですか。そうですね、その辺とかも、うん、一緒でしたね、一緒っぽいですね。一緒なんですよ、だからサスペンションメーカーさんにとっては良かったですよね、はい、これね、ちょっとこれフロントだけ並べさせてもらっていいですか。いいですよ、分かりやすく。そうですね、じゃあこれね、これ外そうか。はい、これ右が後期、右が後期ですね、左が、で左が前期、前期、そう、アッパーの形状も一緒ですね、はいはいはい、そう、なるほど、うん、ブラケットの部分も、そうですね、一緒ですね、ボルトも一緒でしたね、はい、で早速こう組んでみたのがこの状態と、ね、ちょっと一回見てもらえると、うん、で今回エアサスペンションはエアホースさんの、はい、うん、あのエアサスをつけさせてもらって、でピロアッパーマウント、オプションのねピロアッパーマウントをつけて、はい、であとキャンバーボルトでフロントは5度キャンバーをつけてます。あ、なるほど、そう、あの深いホイールを入れたいんでね、はいはいはい、うん、あのフロントに5度キャンバーをつけたという感じですね。これは上のピロ、うん、ピロもキャンバー調整付きっていう、ね、そうです、そうです、それプラス、うん、それプラスこのキャンバーボルト、ね、キャンバーボルトを入れてね、はい、ですね、合計5度と、そう、これが全長調整式の、そう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 、うん、綺麗についてるでしょ。そうですね、うん、これは前期モデルで使ってた、うん、そのサスペンションと同じ、うん、サスペンションをねそのまま一回つけてみました。あ、なるほど、うん、そうするとねローダウン量も、はい、あの変わらなかったし、はいはいはい、うん、バッチリですよ。なるほどですね、はい、でリアもエアホースさんのエアサスをつけて、はい、でリアはね12度
12度キャンバーつけて、はい、まあ、うちが前期でやってた仕様と全く一緒なんだけど、そうですか、そう、そんで12度つけるために、はい、TT メンドさんのアッパーも使ってるとっていう形ですね。これはなかなか見にくいですね。これはダブルウィッシュボーンのアッパーもそうですね。そうですね。これはなかなか見えないですよ、うん、下から行きましょうか。下から、下からあ、今いましたね。見えた。あ、これなかなか複雑なところにいますね。あ、いました、いました。見えた。ここですね。そういうことです。これがダブルウィッシュボーンの上のアッパーの部分で、うん、そうですね。これは調整式になるんですか。調整式ですね。ここの部分でね、 うん、このロックのナットを外してもらって、ああ、これでいきます。そうそうそう、あ、見えた、これ、ね、見えますか。ちょっと暗いですけど、うん、このロックのナットを緩めてもらって、はい、で回すと伸び縮みして長さが変わると、はいはいはい、で縮めていけばあのキャンバーがついてくるよ、うん、なるほど、いう感じになりますよね。そう、なるほどですね、うん、で、こっちがダンパーっていうことですね、はい、そうですね、構造的には。そうです。でこっちがエアバッグ、はい、こっちですね。普段はまあここにスプリングが乗っかってるわけですね、はいはい、でこのエアバッグで高さが変わると、うん、そうです、そうです。今ねエアが抜けてる状態なんです。こういう風に車高が下がってる状態ですね、うん、そうそうそう。でこれここにエアが入るとこのバックがブコッと膨らんできて、はいはい、で車高が上がるっていうのがエアサスの構造です ね、 ですね。これちょっと気になったんですけど、はいはいはい、こっちのダンパーの方にネジがこう切ってあるというか、はいはいはい、長さが調整できる、そうですね、そんな感じなんですよ、うん、そうなんですよ。これもね、そのベースの車高自体を変えれるんですね。はいはいはい、そうだからあのこのダンパーの長さを自体を短くしておくと、はい、車高自体もベース車高が下がるので、はいはいはい、目いっぱい下げたい人はこれを目いっぱい下げたセッティングをして短くするってことですね。そういうことです。そうすると上がる場合はこのエアバッグの膨らみで上がるよと。あ、なるほど。そう、でもその上がり量ではちょっと足らないよっていう人は、はい、ちょっとね上げてもらうっていうことも、元々ダンパーを長くするってことですね。そうそうそう、そういうことですね。でこのダンパーの長さが一番下がる長さになるってことですよね、はいはいはい、そうですね、はい、でプラスそのエアバッグの厚み で、うん、でまあ、上下するよと、うちも 10.5J の今回マイナス15っていうホイール入れてるんで、はいはいはい、あの見てもらった通りリムがめちゃくちゃ深いと思うんですけど、はいはいはい、新車ですけどもフェンダーは耳がないです、はい、これは切ってるんですか、はい、切っちゃってるんですねこれね。なるほど、はい、まあ、こういう形で、はいはい、うん、まあ、いいか悪いかは別としてですね、はいはいはい、あのデモカーなんで、はいはい、あのお客さんの車ではないですよね、はいはい、うちのデモカーなんで。なるほど、はい、でさっきのツラツラ の、 あのセッティングをやってるよという感じですね、はいはいはい、じゃあちょっとフロントのホイールを、はいはいはい、うん、説明してもらいたいんですけど、そうですね、はい、フロントもね、はい、やっぱりあのキャンバー5度つけてますから、はいはい、かなりやっぱりリムが稼げるんで、なるほど、このうちのコンケーブのホイールとね合わせて非常に。そこちょっと手を挙げてもらっていいですか。いやいやいや、ここはねアップで今日は撮らない方がいいと思いますよ。ここいやいやいや、ここにやっぱ面がどうなってるかやっぱちょっと知りたいじゃないですか。あ、面がね、面が、あ、面はね、まあこんな感じでね、ちょっと若干波打ってるぐらいです。ちょっと波々してますけど、これどうしたんですか。若干す気のせいですよ。どうしたんですか。光の加減ね。え、そう、はい、日本一早く後期のベルファイアをぶつけた男です。すみません、やりましたね。やっちゃいました。やりましたね、はい、この車納車してまだ4日目とかそれぐらいですか。4日目ですね。4日目出来上がってばっかですかね。そうですね、エアサス組んで。そう、ほんで、なぜか何が起こったかっていうと、はい、車高をこのままの状態で動かそうとしてハンドル切っちゃったという、まあ、ね、あの皆さんも絶対やっちゃいけな い、 あの悪い見本ですから ね、 ね、これはね、エアサス車の。そうなんです、気をつけなきゃいけないと思うんですか。だからもうエアホースさんの場合はエンジンがかかったら自動的に車高が走行モードに上がる仕様にセットしておいてもらえればこういうミスは起こらないですからね。ちなみに反対側を見てみましょうか。漏れなく反対側も透明になりますんで、そうそう、こっちに切っちゃったんでね、フロントはこっち側の方がひどいですね、はい、あ、なるほどですね。ちょっと塗装も軽く剥げてるぐらいで、はい、なるほど、ね、そうそうそう、はい、ただもうフェンダーもツルツルにこうね、はい、なんですかね、耳切ってあるんで、まあなりやすいなるほど、これはね、そうそうそう、皆さん気をつけてください。はい、はい。